京都へ行く。誰が何と言おうとな。ついに運命の歯車が動き始めた。側近の天剣の宗次郎を使い、野望成就の邪魔になりそうな大久保卿を暗殺した悪鬼獅子王誠。大久保卿暗殺の報を受けた謙信は、獅子王の野望を止めるべく一人京都へと旅立ってしまう。それを知った佐之助は、謙信と交わした自分の許しなしで勝手に流浪人には戻るなという約束を一方的に破られたことに納得ができず、謙信の後を追うことを決意した。京都へと旅立つ矢先、元赤報隊の仲間であり、今は分野として明治政府と戦っている月岡津南から、旅費と共に護身用の特製炸裂弾を受け取った。しかし準備が整った佐之助の前に一人の男が立ちはだかった。元新選組三番隊組長にして、今は明治政府の密偵を務める斎藤はじめ。つい先日佐之助を襲撃して深手を負わせた上、謙信とも死闘を演じたほどの剣客であった。どこへ行く気だ。京都に決まってんだろ、文句あるか。ああ、お前らのような弱っちいのについてこられちゃうな。相手の弱点をつくのは戦術の基本中の基本。お前らが京都へ行けば獅子王は必ず狙ってくる。だが今の抜刀斎ではとてもお前ら全員を守りきることはできない。だから奴は一人で旅立った。抜刀斎にとってお前らの存在など弱点以外の何者でもないんだ。そうか、俺は謙信の弱点で守りきれねえから、あいつは一人で。俺がせっかく猿芝居までして奴に悟らせてやったというのに、お前らが京都へ行ったら全てがパーになる。お前らの出る幕じゃない、おとなしくここにいろ。それを聞いてなおさらあいつをぶん殴ってやりたくなったぜ。どけ斎藤、どかなきゃ力ずくでいくぞ。その言葉そっくり返すぜ。汚ねえぞ。佐之助はまだてめえにやられた傷が治ってねえんだ。さっきから治りきってねえ肩の傷ばっかり狙いやがって。せめて正々堂々と勝負しやがれ。言ったろ、相手の弱点をつくのは戦術の基本だ。卑怯でも何でもない、正々堂々なんて通用しない。これから京都で始まるのはやった者勝ちの殺し合いなんだ。若造の出る幕じゃない。おとなしくここにいろ。いたかねえ。全然いたかねえんだよこんな傷。こんな傷より剣士に弱点扱いされたことの方が万倍でえんだよ。どけ斎藤、俺は京都行く。京都で奴の力になれるってことをこの拳で証明してやるぜ。俺、
だ。オケ。オラ。オラ。どこ行ってんだ。オラ。オラ。オラ。どこ行ってんだ。オラ。オラ。兄弟は行けん。どんなに生きがろうがあがこうが、お前はただのひよっこに過ぎん。だから、なんだってんだ。強さだったわけじゃねえだろ。記憶だからって甘く見てんじゃねえぞ。やめだ。これ以上貴様のような男を相手にしたところで時間と労力の無駄だ。そんなに京都に行きたくば勝手に行け。そしてさっさと殺されてこい。天性の打たれ強さに埋もれて守りのいろはも知らんばかり、どの道長生きできん。あの野郎、あんだけ拳を繰り出しておきながら肩の傷には一発も入れてねえ。本当に奴を俺に合わせて戦ってやがった。これが二部の大垣、新選組三番隊組長の実力ってわけだ。こんなところでちんたらしてらんねえ。俺はもう行くぜ。ヤヒョウ、あとは任せた。ジョーちゃんを必ず決心のところまで引っ張ってこい。ああ。強くなれ。強くなってやる。京都にたどり着くまで絶対強くなってやる。痛感した佐之助は京都へたどり着くまでの間に今より強くなってみせると固く心に誓った。だが闇雲に修行しても意味がないことを感じていた佐之助は活路が見出せないまま京都への旅を続けていた。その道中佐之助は
とある森で道に迷ってしまい、修行に励む一人の破壊僧と出会った。仏への信仰を自ら捨てたと語るその破壊僧は、法力のごとき破壊の極意を得得しており、それは佐之助が初めて目の当たりにするものであった。信仰を捨てたのに、なんでこんなとこで修行してんだ。信心は捨てても、世を救いたいという愚勢の心は捨てておらん。そして愚勢は仏の手では行われ、人の世を愚勢できるのは人の手でのみ。私の修行はその力を得るためのもの。そしてそれには神仏をも凌駕する力がいる。あんた我欲に負けて破壊そうになったんじゃねえな。まあ、どんなわけがあんのかは知んねえが、それよりさっきの力が法力じゃねえってなら、信心の薄いこの俺にだってできるってことだよな。悪いようには使わねえ。一つ俺に教えてくれねえか。主はなぜ力を欲する。まあいろいろあるけど、一言で言や、今よりもっと強くなりてえってとこだな。東京を出るときに一戦交えたやつがいたな。そいつから防御がなってねえと言われて、キラッと考えちゃみたが、やっぱどうもそれが俺の戦い方に合うとは思えねえ。あんたの具勢に比べりゃ個人的な理由だが、けど俺にとっちゃ命を懸けるに値する理由さ。もう一つ答える。主は今の明治政府をどう考える。はっきり言って嫌いだね。あいつらは俺の死を殺した上に逆賊の汚名を着せやがった。俺は許さねえ。でもそれが何の関係があんだよ。アンジは拳で小石を粉々にしてみせ、二重の極みの説明を始めた。小石に限らず、すべてのものには抵抗が存在するため、ただ衝撃を加えるだけではすべてが伝わりきらず、必ず無駄が生じてしまう。アンジが10年を経て編み出した二重の極みは、それを克服した破壊の極意である。拳を立てて第一撃を加え、その衝撃が物体の抵抗とぶつかった刹那の瞬間、拳を折って第二撃を入れる。すると二撃目の衝撃は抵抗を受けず完全に伝わる。原理は極めて単純でも、得得は極めて困難。そして時間も要する。しかしアンジは偶然のために編み出した秘伝を授ける代償として、佐之助が自ら決めた1週間という期限で得得できなければ、その命を奪うとした。こうして佐之助の修行が始まった。